イングランド銀行、イングランド銀行、イングランド銀行は100%民間のイギリスの中央銀行。金融政策は国際市場に影響されながらも政府が主導している。1690年、同行成立以前からフォンテーヌ・ブローの直例でフランスから流れたユグノー資本が英国債の売れ行きに貢献していた。4年後に創立した世界は 大同盟戦争とウィリアム王戦争、そしてザームエル・オッペンハイマーの活躍する大トルコ戦争のさなかにあり、同行は政府への貸し付けを主要な業務とする商業銀行であった。多くのユグノーが毎年の選挙で理事となった。1697年の同行第四次リバライリストによると、ウーブロン家をはじめとする移住の早かったユグノーは、同行の15%を支配した。 後発組に早などがおり、彼らが先行組から同行の株式を譲り受け、しかも英国債の約1割を所有した。同行は政府を通して、イギリス東インド会社、ハドソン湾会社などへも貸し付けを行っていた。ユグノー出身で6代目総裁のジェームズ・バトマンは、ロンドン市長と南海会社副社長を務めた。18世紀後半。 将来年3メアーロスチャイルドのギフとなるを含むユダヤ人が最初アムステルダムにいながらやがてロンドンに定住するまで東インド会社の破綻した事業を買収していた1800年8月から1816年8月までの各16か年においては年平均60万ポンドの割引収入を上げて準備金を蓄えイングランド銀行は1816年に 金本位制を採用した。やがてロスチャイルドが台頭し、各国の外債発行とイングランド銀行の準備金補填に関わった。銀貨確定化の時期にアルフレッド・ド・ロスチャイルドが理事を務め、19世紀末の不況に対応した。第一次世界大戦では JP モルガンが戦時国債の独占代理人を務めた。1934から1935年。 イングランド銀行は植民地の中央銀行設立に関わった。戦後は大きな権限縮小を免れ、金プールの運営に参画した。1995年以降、CSD のクレストは国際銀行間通信協会を経て、ユーロクリアというモルガン資本に編入された。1694年、軍事費を調達する目的で創設。スコットランド人のと、 財務副長官のチャールズ・モンタギューによる、イングランド王国政府の銀行として、同年7月27日のウィリアム3世、メアリー2世の直令により認可された。初代総裁は、証券市場の成立などの改革も進められた。1695年10月にジョン・ロックが議員下の改中について建議した。ロック案は、閣議決定されて12月17日に、 法案となった。ロックは27日にファーザー・カンジダー・シャンズ、カンサーニング・レイジング・ザ・バリュー・オブ・マネーという論文を発表した。翌年1月に法案は最下も得て成立した。1699年、イギリスが新から関東貿易を許される。1720年、南海放末事件。1734年、イングランド銀行は、 スレッドニードル街の現在地へ移転した。かつては街のグローザーズホール内にあった。1750年、長期国債の発行権を独占する。1764年、佐藤法。1772年、いわゆるが倒産。アダム・スミスの国と未論執筆に影響した。1780年、が起こる。以来、軍が、 イングランド銀行の夜間警備に当たるようになった。この警備習慣は、ライバル銀行家たちの怒りを買ったが、しかし伝統となって1973年まで続いた。1786年、大臣が置かれない、減災委員会が発足した。1797年、により打艦停止。退伏外同盟に基づいた活動により、成果が流出して、 イギリスの銀行はこの年270行であったが、1810年には783行となる。1810年の自我年委員会による調査で、この時の打艦停止は、金行等と為替相場下落の原因と指摘された。1807年、大英帝国内での奴隷貿易が禁止される。バルト海貿易で富を築き、当銀行理事を務めたは、 息子や総裁を務めたらとともに奴隷貿易廃止法案に尽力していた。この禁止は帝国内の経済に長期的な打撃となり、1815年恐慌と1819年恐慌の背景となった。1816から1817年に打管が部分的に再開され、1823年で全面的に再開された。1822年に ハプスブルク家がロスチャイルド一族全員に男爵位を授与している。この頃外債が洪水のように契約されていた。ロスチャイルドは受け負い人として最も活躍した。ロスチャイルドはロンドンの投資家の関心を呼ぶためにスターリングポンド建て外債の利率を定めていた。また、1823年と1825年に大理賞取引法が制定されたことは、 契約を促したが、取引所の利害関係を混乱させた。1823年6月、国庫委員会の議事録に、ネイサン・メア・ロス・チャイルドが登場する。同年3月すでに、フランスが総額1億2000万フランの交際を発行するに、あたり、ジャコブ・マイエールド・ロチルドが手段を組織し引き受けた。アッシニアの担保に財産を没収された、教会、貴族の反発があるも、 フランス政府は定時借り換えを拡作。実現に向けて交際相場を維持するため、姉さんは翌年5月イングランド銀行から1年間金100万ポンドの保証を受ける。12月1日に保証額中30から50万ポンドを持ち出し、担保としてイギリスの整理交際を予託、持ち出した金塊はフランス銀行に預け入れた。結局、利率が低すぎて手段半壊。 ロスチャイルドは残り、逆に力を誇示することになった。ラテンアメリカ陶器の一部について、株価の暴落したことが引き金となった。フランス銀行に成果の供給を受けたおかげで、破綻寸前で踏みとどまった。この惨事は、社会運動に発展し、防石工場法が修正されたり、労働組合が承認されたりした。また、銀行券。 特に小学試験の流通量を著しく減らす。1833年の新特許法でイングランド銀行権が放課となる。同年が政府により創設される。1839年、マンチェスター商業会議所がそれまでの3年間における金利の恣意的な変更が為替相場を乱高下させたと主張。勢いづいていたチャーティズムを政府は 翌年4月にかけ弾圧。また、この年に国内電信が付設される。1844年、PL 銀行条例により中央銀行となる。鉄道橋時代が続く。1851年、ロスチャイルド商会が貴金属製錬所を設立。この年、ドーバー海峡横断ケーブル開通。翌年に、ロスチャイルドの製錬所は、 イングランド銀行で2番目の公認精連所となる。1854年、小売禁止法が撤廃される。1856年、パリ宣言で、私略戦の放棄が謳われる。1857年強行。アメリカ株を中心に市場が弱気となる。イングランド銀行は単独で割引を継続。11月20日だけで100万ポンド近い法定限度、超過。 追って、ピール銀行条例が停止。以後、イギリスが世界の実質的な手形交換所と化す。1861年、それまでイングランド銀行が25年ごとに国際所有者名簿を閉じていた監修を廃止。で、発端は、現、バークレイズの失敗に関連した国際金融市場のしぼみとイタリアでの銀本位制廃止。これにより、 横浜へ進出していた銀行支店が3つも撤退した。工程部合10%。2度目の特許状停止。同年、ホンジュラスに起き、鉄道スキャンダルさらに移民法制定。1857年恐慌から1873年恐慌を経て、が、詐欺的な業務の上に破産した1878年までの20年間は、金利の変更が、 実に年平均10回にまで及んだ。途中の1868年にはアルフレッド・ドロス・チャイルドが理事に就任している。終わりの1878年には首相のローズベリーが姉さんの孫ハンナと結婚した。1875年ハックス・ギブズが総裁となった。彼はの共同経営者であった。この会社は1981年に 香港、上海銀行が買収した。1880年からの防和戦争では、植民地政府などのために次の金融機関と組んで、避難を浴びながらも、国債発行の代理人となった。モルガン・グレンフェル、ベアリングス銀行、ロスチャイルド、JP モルガン。1890年、デフォルト寸前のベアリングス銀行を救済。同行の損失を秘得しつつ、政府、 死団特訓で保証基金を設置、450万ポンドの外債を取り付ける。やがて公衆の知るところとなり、1893年強行に発展する。1895年、横浜賞金銀行の指図でか、イングランド銀行は、下関条約の賠償金を市場に放出。資金は供給過剰となる。1899年、 インドを金交わせ本人制とする。インドは植民地であり、世界的な銀賞被告でもあった。1ポンドイコール銀貨15ルピーとした。前もってブルッセルで国際通貨会議が開かれていた。基金に困ったインド人が銀製品の装飾品を売ることで銀貨の低落が起こらないように、それから税収を安定させるために、植民地政府は世界で 初めて本格的な灌漑事業をインドに展開した。1901年、ルピー銀貨の鋳造液を当てていた、インドの金本位準備をロンドンへ移送。翌年、インド成長管轄の紙幣準備の一部をイングランド銀行へ予託させるとともに、同成長に金の自由鋳造を断念させる。こうして、ルピーを弱めたイギリスは、その輸出においてインド全輸入の6割以上を占めた。 1901年4月に6000万ポンド、1902年4月に3200万ポンドのコンソル債を一括引き受けで発行。1903年、プランテーション植民地のマレーシアがインドと同様に金交わせ本位制に編成された。1907年強行まで日銀から借り入れ、この時期を挟み、1895年と1908年に増収目的で、 固有証券を売却。また、この強行以後は、ライヒスバンクが、打漢を部分停止したり、また、イングランド銀行に対抗して、金利を設定したりして、成果流出の抑止に努める。1909年以降、金本位準備の一部を、預金銀行や、マーチャントバンカーに、短期通知がし。さらに、金本位準備は、もともと新規国債の消化と市場に流通する。 国債の開催債に利用されていた。1914年7月30日に4%だった、金利を翌日に8%へ、8月1日には10%まで一気に引き上げ、特許上は停止せず、第一次世界大戦中は JP モルガンがイングランド銀行で発行する戦時再建の独占代理人であった。1919年4月、 金本異性離脱。1925年9月に復帰する。この離脱期間に世界恐慌の第一波が起こる。国際カルテルが流行。1924年10月、JP モルガンと引き受け地域を分担し、同図交際を記載。翌年5月、政府が借還を受ける。1928年、ビッカース・アームストロングの合併を援助していたのが、 実現。大倉省紙幣とイングランド銀行券の発行が統合される。1929年9月26日、世界強行の直前に金利引上げ。FRB が6.0%であったが、イングランド銀行は5.5%から6.5%に。1931年8月1日。 フランス銀行とニューヨーク連邦準備銀行から5000万ポンド借り入れ。9月21日に金本位整理脱。金解禁していた日本からは10の11月に、各月とも1.3億円超の成果が流出した。1934年、ニュージーランド準備銀行ができる。翌年、カナダ銀行とインド準備銀行が開設される。 1939年3月、ナチスドイツに全土を占領された、チェコスロバキア中央銀行が、国際決済銀行名義で、イングランド銀行に予託している23.1トンの金準備を、ライヒスバンクに移す、要不本意な指図をさせられ、24日に、国際決済銀行の担当部局が指図のままに、口座を振り替えた。5月に、 財務大臣のジョン・サイモンが総裁のモンタギュー・ノーマンへ、チェコの金準備ではないかと確認を要請したが、総裁は知らないと答えて、6月に44万ポンドの準備金が売却されない42万ポンドが、ニューヨークへ船積みされた。1946年、国有化されるが、運営目的は何も制限されず、金融監督権限を得る。1947年7月、 国際通貨基金に登録されたポンド陛下での交換性を一時的に回復するも交換要求が殺到して6週間後に制限。1949年、ポンド切り下げにより輸出が増加。準備総額は1950年代半ば頃20億ドル以上に達した。1954年、ロンドン金市場再開。百三十九年の開戦以来。 同市場で南アフリカ準備銀行の代理人を務める。ロイブリッジという為替ディーラーの仲介で国際決済銀行と一家の書店を確認。イングランド銀行への事前の紹介や合意がなくても、国際決済銀行は南ア銀行とイングランド銀行金庫室イコールロンドン金、現物市場で取引をする。 国際決済銀行は南アフリカから週あたり最高10万オンス以上は購入しない。その最高額を引き上げるときは事前に通知する。1957年、ポンド危機。肯定部合7%に上昇。1958年、他のヨーロッパ主要国と共に、ヒドル地域で保有するポンドに限り交換性を回復した。 1962年初めの代理人として3カ国中央銀行に承認される。認められる前は、金プールの前身となるシンジケートにおいて、そこから使用した賞金の量を、イングランド銀行は、毎月末ニューヨーク連邦準備銀行に報告し、その後、イングランド銀行が、シンジケートの誰に保証金を支払わなければならないか、NY 連銀の指示を待った。 1964年、1966、1967年、ポンド危機。1966年、ロンズデール、現、祖人によるゴールドフィックス会員の買収を主導した。1968年、ロンドン金市場崩壊、ユーロクリア誕生。1971年、シリングを廃して1ポンドイコール100ペンスの10、新法とする。また、 スミソニアン協定で1ポンドイコール約2.6ドルに切り上げた。1973年から1975年までセカンダリーバンキング危機。これに関するイングランド銀行アーカイブ資料が何故か失われている。イングランド銀行はライフボートを通じて26金融機関を援助。また、イングランド銀行単独で14の金融機関にベールアウト。 1974年 BB 株の買収などによりバーマオイルを救済した。1976年の銀行法でイングランド銀行は銀行制度全体を揺るがす大失敗をやりそうな銀行を直接所有監督する権限を得た。1977年なる子会社を設立。株主が指名制で会社法との整合性を問われた。エドムンドデルが 合法化が攻撃。ほどなく、イングランド銀行は民営化、機関化された。1979年、国家債務868億8500万ポンド、全預金住宅機関に対する認可、監督権限を得る。翌年7月まで、最低貸し出し金利17%。1984年、ゴールドフィックスであったの貿易金融市会社が、 倒産した。救済措置として、イングランド銀行などが1億5000万ポンドの債務保証を与えた。1985年、1ポンド効果導入。史上最安の1ポンドイコール 1.04US ドル。1986年、ビッグバン。1988年、ジョンソン・マッセイ・バンカーズへの債務保証に使われた資金がすべて返還された。 1990年、欧州通貨制度に参加。1991年、国際商業信用銀行に営業停止命令。時の重役の複数が、ロスチャイルド家と関係。1992年、ポンド危機。この年の国家債務、2145億2800万ポンドに達する。欧州通貨制度を離脱。キャドバリー報告書。 1995年、証券集中保管機関であるのクラウドプロバイダーに国際銀行間通信協会を選択。1996年7月、ロスチャイルド家投資となるはずであったロンドン家のがパリのホテルで返し。1997年、イングランド銀行の金融政策委員会が財務省から政策金利など金利設定の権限を移譲された。 1998年4月、債務管理庁に英国債管理政策に関する権限を異常した。同年、根拠法改正により副総裁枠が増えて、この新枠副総裁も、減債委員会に参加するようになった。また、イングランド銀行は、一昨年に設立された金融サービス機構へ、金融機関を監督する権限を移管した。移管は1998年、 イングランド銀行法によった2002年8月クレストがユーロクリアに買収される2003年2月工定部合3.75%に48年ぶりの低金利となる同年7月に3.5%へ2004年新ロンドン証券取引所がオープンスレッドニードルからの移転2007年ノーザンロックに特別融資 2009年、発見数の終始決算報告を廃止。同年3月末の時点で、ポンド相場は1.242ドル。2011年11月以降、総裁のマービン・キングが、国際決済銀行主要会合の議長を兼ねる。2013年4月、金融サービス機構廃止。同年7月1日から、初めての外国人のマーク・カーニーが総裁になった。 2015年5月、イングランド銀行はビットコインフォーラムメンバーになった。イングランド銀行はブロックチェーン技術に基づいた法定電子通貨の発行を検討している。政府も1460万ドルの研究資金を提供すると謳っている。同年6月、イングランド銀行はロスチャイルドとアドバイザーを務め、政府がロイヤルバンクオブ。 スコットランド株を売却する方針に同調した。創立時から当分は事実上の財務省として機能した。政府に対する直接融資、国債の引き受けと消化もこなした。1701年の株主は1903人であったが、このうち107人が総裁の資格たる4000ポンド以上の株式を保有していた。その107人は創立時の出資者を多数含む。 ユグノーはセファルディムを参加させるようになった。ヒットは、総裁資格を持つ107人のうち、およそ9分の1がユダヤ人であった。メディナとスペイン系の和同行で、大口の地金売りであった。1750年オランダ人は、イングランド銀行、東インド会社、南海会社株の国外保有分についた78%を支配した。 1751年では3294人の下血権を有する同行出資者のうち約1000人がオランダ人またはフランダース人であった。総裁資格のある者495人のうち少なくとも105人がオランダ人であった。10年ほどするとアムステルダム銀行で信用危機が起こった。スイスの株式保有者で4000ポンド以上に上ったのは ベルンは最初、ケンブリッジ大学の31あるカレッジで最古のも株式を保有。1697年に議会の条例により、イングランド・ウェールズではイングランド銀行を除いて株式会社銀行が作れなくなった。株主の銀行家たちが独占をするため制定に圧力をかけたのである。これで機能はともかく地方金融の面倒まで見る立場となった。しかし、 この条例は1825年の強行で批判された。会社形態の独占が地方金融機関の成長を阻害し、ひいては強行を招いたというのである。そこで翌年に解禁される。ただし、ロンドンから半径65マイルに限った。完全解禁は1833年である。1864年、イングランド銀行はロンドン手形交換所に加盟。 同行宛に加盟銀行が直接振り返さし図書を、振り出し交換辞理を決済できるようになった。なお、イングランド銀行は本店宛の支払い請求に、対しては、本店で払った。1944年までに、国内ロンドン外支店は17店舗を作っている。このうち14は、中央銀行としてスタートするまでに設立され、そのうち5つは大不況の始まるまでに閉鎖されている。 この数は同時期の大陸系中央銀行と比べると少ない。実は準備率も同様である。産業革命を先駆けたイギリスの金融市場は大陸より手形制度を早く発展させた。それでイギリスの銀行は一般に預金通貨の発行口が大陸系銀行よりも高くイングランド銀行も例外ではなかった。そうした中でイングランド銀行が ベアリング危機器等でベールアウトするときはロンドン手形交換所加盟銀行と連携した。欧州の国際決済銀行ネットワークを小さくしたようなものがイギリスにはずっと早くできていたことになる。イングランド銀行にとり加盟銀行はよほど可愛いと見える。1930年8月9日、ロイヤルバンクオブスコットランドは加盟銀行ウィリアムズ・ディーコンズ・バンクの経営破綻を ネット価格23万5千ポンドで買収することにより株主がピンチを嗅ぎつける前に救済した。イングランド銀行は病み上がりのディーコンズが再出発できるように西部支店を譲渡した。以後もロイヤルバンクを通じて資金を融通していたが1940年で321万2千ポンドも焦げついていた。障害事業でも加盟銀行と連携している。 1931年7月にピアソンが50%を支配するロンドンラザードが休業瀬戸際となって翌年5月イングランド銀行はフランスの有価証券を担保に加盟銀行の一行と共同融資に踏み切った。現在は1998年イングランド銀行法で制定された初期のつまり物価安定の維持と 英国政府の経済政策支援を遂行する。まず例えば、1イングランドとウェールズにおける通貨発行権、イギリスポンド参照を持つ。2政府の銀行であるとともに、最後の貸し手として銀行の銀行である。さらに3外国為替と金準備を管理し、政府の証券、国債を登録するが、4政府統合基金の運営も行う。 中央銀行という範疇を超えて機能している可能性が疑われている。イングランド銀行は国際決済機関セデルに数十の匿名口座を持っていた。セデルは内緒で一金融機関の支店が二国債、金融市場で決済する便宜のために匿名口座を開いていた。イングランド銀行が匿名口座を持つ場合、述べた一二のいずれにも当てはまらない。 金融サービス機構は1997年10月に発足して翌年イングランド銀行から金融機関監督権限を移管されたがレバーなど行くたびのスキャンダルを経て2012年金融サービス法に基づき2013年4月に廃止された金融サービス機構の権限は新設の金融安定委員会に移された金融サービス機構は 自主規制団体の寄せ集めだった。投資顧問規制機関、イムロ、政府、投資規制機関、ロートロ、金融仲介、管理、ブローカー規制協会、フィンブラの3社が統合されたのである。金融サービス機構の監督権限はかつてないほどに強化されていたが、エクイタブル生命の抱える年金債務に手段を講じなかったことがスキャンダル化した。監査法人、 アーンストヤングも追求された。エクイタブルの営業網は2001年2月にハリファクスへ売却された。2002年12月12日、機構の委員長ハワード・デイビスが辞任の意思を明らかにした。金融サービス機構は会長アデアターナーが就任した世界金融危機時の対応についても告表された。誰も負債水準を管理できず、 危機がやってきても誰も責任の所在をわからなかった。1899から2014年現在までのイングランド銀行の歴代総裁は以下の通り。ただし以下の表はイングランド銀行ホームページの資料を元に作られたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。